こんばんは。1分ぶり1分ぶりですね、皆さん。では今回はこの最終枠では皆さんと一緒にとあるものを、作っていきたいと思います。こちらを今から紹介しますので、せーいきますよ。せーので、ダン、こちらです。楽しいお祭り屋さんを皆さんと一緒にやっていきたいと思います。これは本当はね、さ、このショールーム選抜の時にやるはずで買ってたんだけど、まさかのねコロナウイルスに感染してもしまって最後までイベント参加できなくて、その時のなので、これをリベンジということで、これを皆さんと一緒に作っていきたいと思います。イエーイ。時間内に作れると信じて頑張りますので、はい、では今から早速作っていきたいと思います。イエーイ。では開けます。結構時間かかるかなこれ。ドキドキするけど、まあ出来上がらなかったら出来上がらなかった。いや、まあハサミ持ってきてない。持ってくるね。これちゃんと切り取り線で切らなきゃいけないやつ。よいしょ。そう、季節外れ。季節外れのお祭り屋さんということで、飼育菓子なんて何年ぶりマジでってレベルで、これ作れるかな、ちょっとドキドキしてきた。そんな、配信できるの、そのまま切れちゃわない、このイベントは終わるけど的な感じ。そんなことない、どっち、そんなことできるのかな。中身を紹介します。バナナ、バナナの素、チョコレートソースこれは多分トウモロコシ。よし、では早速作りますね。ドキドキしますが、失敗はしないように気をつけて。ではリンゴ飴を、まずはこれをトレーを切り離すらしい。ちょっとドキドキする、ワクワクするね、こういうの。なんかちっちゃい頃めっちゃこれをさやりたかった、ずっと。そうやりたかったけどなかなかね、むずいんだけど。なにこれ、合ってるよね。懐かしい、チーク菓子なんて。なんかちょっと無言になっちゃいそうで怖いけど、皆さんコメントで盛り上げてくださってたら嬉しいです。あ、ではまずはトレーって、どのトレー、これかな。これトレーってどのトレー、ギザギザじゃない、トレー星だ。ではリンゴ飴を作ります。まずはね、すごいカラースプレー入ってる。リンゴ飴の素をそのトレー星に、なんかすごいバランス悪いというか、あ、でもこのままでいいか。わあ、
リンゴの匂い入れます。ここに水を2杯入れる。入れーの混ぜます。わ、懐かしいチーク菓子。ゆきたんさん、早くありがとう。楽しそう。なんかレミだけが楽しんでない。大丈夫かな。ね、懐かしいよね。混ぜて30回数えてなかった。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30回混ぜれたということで、りんご飴の型に入れていきます。すごい固まるらしい。これ均等にね。わあ、楽しい。もうすでに楽しい。やっぱ入れすぎたかも。よし、こんな感じでりんご飴今はね、お祭り屋さんしてます。続いてはりんご作り終えたところで、皆さん大丈夫ですか。すみません、つまんない配信かも。続いてはポテトを作っていきたいと思います。ポテト、ポテト、楽しいかな編集で。これポテトを作ります。このギザギザトレー懐かしいね。三角カップ、三角カップはあった。一杯の水を入れます。え、足りる。これ ASMR みたいな。これさ、大丈夫かな、成り立ってる。めっちゃパイナップルの匂いする。で、多分さ、イヤホン外した方がいい。わかりやすそう、そっちの。楽しいですか、皆さん。心配。チーク菓子配信良くなかった、質不浄です。混ぜてる。なんかまとまりが出てきました。あ、結構まとまってきてる。そしたら、これはできました。ポテト、ポテトを指で、あ、手は綺麗です。指でギュッとするらしいです。これを指でギュッと押します。ひたすら
しました。イヤホンが良くなかったか、音声大だね。そしたらこれを取り出して、あ、すごい。それでお祭りシートにあるこのまな板のところで切りますね。切ります。そっとね、私大雑把だからちょっと怖いですが、そっと切ってます。今こんな感じで切れました。切れたらこれはポテトは完成かしら。続いて、トウモロコシを作っていきたいと思います。トウモロコシはトウモロコシの形状を取れるの、このつぶつぶ、トウモロコシのつぶつぶの元をね、このさ、トレーのめっちゃ白飛びしてんだけど、ここにいるらしい、半分ぐらい。すごい、こんな綺麗に入る。あ、超むずい。こんな感じで入れたら、このトウモロコシの素を、トウモロコシキャンディーを半分に切るらしい。真ん中で、あ、すごい、水蒸気切ります。真っ二つにできたら、これを20回こねて、20回こねなくてもいい説で、この形、この形にしたら、大丈夫かな、この配信成り立ってる。ギュッて押し込んで、あ、すごい、待って、むずいわこれ、聞きむずだよ。うわー、むずい、どうしよう、こんなうまくできないけどね。こんな感じでトウモロコシで、もう一個も同じようにします。ここも同じようにねえ、大丈夫、テロップ書けないんですよ私。でもしょうがない、書く。チーク菓子、菓子作ってます。って言ったらあれだけど、悲しすぎて泣きそうになったやつそう、フリーズしちゃったんですよね。泣きは全然
ありがとうございます。あと10分なんだ。あ、これって勝手に切れる？そんなことない。嘘、大学生の歌が一番いいと思う。ありがとうございます。優しい。初めて聞いた、そんなこと。てれちゃん、もっと頑張ります。嬉しい、ありがとうございます。いつか自信を持ってしまう。いや、でもなんか自信なさすぎて、自分の歌に。だからなかなかカラオケ、そのショールームでカラオケしたいとは思うんだけど、勇気が出ないので、また自信持って歌えるようになったらしますね。それまで気長にお待ちください、皆さん。気長にね。そう、いやでもまだまだ。確かにここで練習。リップグロスね。47の3センター初めてやったの。緊張した。そのランキングを読みたいと思います。ここで練習、練習ね。めちゃめちゃモンチでもいいなら全然練習したいけど、まあ検討しておきます。ではランキングを見ます。あー、また変なことになっちゃった。やばい、待って、こうすればいいのか。13位ピオタンさん、ありがとうございます。12位おーちゃんレミ組、やばい、待って、やばい、待って、本当にやばい、やばい。ああ、おーちゃんレミ組さん、ありがとうございます。11位ゆきたんさん、ありがとうございます。待って、これやばいかも。待って、本当にやばいかも。待って、やばい、やばい、どうしよう。待って、やばい、これ配信終われないかもし、待って、やばいかも。待って、まあ、とりあえずランキングる。10位ガチバナナアットマークレミグミさん、ありがとうございます。9位イッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。8位ハヤちゃんさん、ありがとうございます。7位イッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。6位ワンタンメンさん、ありがとうございます。5位ケネスさん、ありがとうございます。4位ミズさん、ありがとうございます。3位藤田さん、ありがとうございます。2位立花とまくるみぐみさん、ありがとうございます。そして1位紫さん、ありがとうございます。本当に皆さん、たくさんのこの期間ご協力ありがとうございました。ごめんなさい、なんかね、ねえ、泣きレミできないしさ。何これ、コメントも見れなくなっちゃった。どうしよう、やばい、本当にやばい、結構ピンチ今。どうしよう、もうどうしたらいい、どうしたらいい、どうしよう、待って、あ、来た、ちょっとじゃあ違うんだよね、これね、あれ、あれなんだよ、テロップ書いたらこうなっちゃうの、必然的に。じゃあ諦めできるのでちょっとしますね。不利になってくる人が多い。もう終わりだ、ダメだ、できない。あ、ちょっと待って、怖い。あ、45位ビアビアットマークレミグミさん、ありがとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。怖い、本当に怖い。あ、70位ピンクカメオさん、ありがとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます。86位川周さん、ありがとうございます。おめでとうございます。
皆さん今日もありがとうございました。そうなんかね本当に違うんだよ、壊してなくてずっとこれなんですよ。だからねいつもあのあれなんです、あれテロップが書けないんです、こうなっちゃうから。だけどしょうがない、皆さん今日もありがとうございます。ではそうテロップ書いたら調子悪くない、スクショタイムします。クロミちゃんみたい、嬉しい。皆さんありがとうございました。あと5分ですね、あと4分か、これ切ったらいいんだよね、4分、59分になったら切ったらいいのか、切れちゃうのかな、分からんけど、ありがとうございました。皆さん本当にご協力、ゆっくり休んでください。この後はよろしかったです。でも切りいいから8時で終わりますね。この後はインスタグラムの質問箱でゆっくり返していきますのではい、たくさんのイベントじゃなくて質問送ってくださると嬉しいです。はい、ありがとうございます。なるほどね、着れないらしい、着れないらしいから自分で着りますね。2個持っちゃった、嬉しい、ありがとう、たくさん皆さん待ってます。はい、待ってるのでインスタグラム、アットマークレミ、ハイフン徳永です、きっと多分こんな感じだった気がする。で待っています、よろしくお願いします。質問本当に皆さん待ってるのでたくさん質問送ってください。はい、本当にお料理期間、お料理期間ありがとうございました、楽しかったです。あ、1001らしい誕生日、フォローもたくさん待ってます、よろしくお願いしますありがとうございました。皆さんありがとうございました、とても楽しかったです。また近々配信をするのでその時は見に来てください。ありがとうございました。59分になった、どうかな、伸ばして伸ばして伸ばして、皆さん本当に楽しかったです。そうだね、20時に切るね、切りがいいから。楽しかったですか皆さんは無理がある、お疲れ様でした。ゆっくりゆっくり休んでください。はい、ありがとうございました。つないでるよ、頑張って、また会いましょう、またね気まずとか言われちゃった、ありがとう。また、またね。おやすみ。ゆっくり休んでください。バイバーイ。またねー。